はい、こんにちは、原田農園です。今日は、11月3日の、金曜日です。祝日ですね。今日もですね、医療散布とその他、玉ねぎの苗などをですね、出荷していきたいと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。はい、こちらですね、久しぶりのブロッコリー補助なんですが、ちょっと手が全然つけられてなくてですね、草がたくさん生えています。草かブロッコリーかちょっとよくわからない状態になってきてます。あとですね、結構長雨で、肥料分が飛んでですね、ちょっと肥料が足りなくなってるんだと思います。葉っぱの方がですね、ちょっと黄色くなり始めてきてます。まあ、あと水が多いっていうことも理由の一つだと思います。なかなか水がはけてません。ちょっとこれも様子を見ながらですね、除草作業をしていきたいと思います。なかなか収穫作業と、あとですね、ミネジーの散布作業でですね、除草作業はね、手が追いつかないんですが、まあできるだけやっていきたいと思います。はい、こちら白ネギの補助です。サビがですね、サビ病がちょっと出てきました。ちょっとオレンジっぽいような赤っぽいようなですね、人間でいうかさぶたみたいな感じですね。ちょっとザラザラした感じのものが、出てきてます。まあ、寒くなってきたからですね、もうだいぶ歯抜けになってきたんで、大きさもなかなか太らないです。ちょっと細いままですね、次から次へと出荷しています。まあ、こちらもですね、徐々に、出荷していきたいと思います。なかなかやっぱりですね、法人さんとか、他の生産者の方が、大量に出されるようになってきたので、売れ行きはちょっと減少傾向にあります。今ですね、白ネギの売り上げの方が、50万円ぐらいになりました。あとこの残りで30万円なんとか収穫していきたいと思います。はい、白ネギの、補助でした。はい、こちらですね、アスパラの補助です。アスパラの方がですね、黄色くなって、黄化っていうんだと思うんですけど、栄養分がですね、根の方に、吸収されてですね、上のこの茂ってる部分の栄養分がですね、下の根の部分に吸収されて黄色くなってきています。まあ、最終的にはちょっと白けたような、黄色から白けたような色になるみたいなんですが、これが全部黄色くなるとですね、今度は片付けに入っていきたいと思います。もう奥の方はちょっと茎枯れで枯れているのか、その黄化で黄色くなっているのか、ちょっとよくわからないんですが、まあぼちぼちこちらもですね、様子を見ながら、片付けていきたいと思います。はい、アスパラの様子でした。はい、こちらですね、玉ねぎの苗を仕立てている、ハウスなんですが、もうですね、今見て正面の左手ですね、左手はもう苗を、収穫してですね、出荷した残りです。もうほとんどこちら半分は残っていません。あと今からですね、こちら半分、ちょっとこちら生えが悪いので、ちょっと草が結構生えてるんですが、
こちらを残りをですね、出荷していきたいと思います。もう残り少ないので注文は、受け付けておりません。はい、以上です。はい、こちらアイスプラントの、ハウスです。最終的に、最後にですね植え付けたアイスプラントがですね徐々に大きくなってきています。今ちょうど手のひらぐらいですかね、手のひらぐらいにはなりました。ちょっとこれではまだ収穫できないんで、徐々にですね、液肥などをやりながらですねちょっと様子を見ていきたいと思います。今出荷している方のアイスプラントはですね、もうかなり大きくなって徐々に、出荷してきています。こちらとかそうですね、出荷してここを切ってますんで、この脇から脇芽が、生えているという感じになっています。こちらですね徐々に出荷してきています。これぐらい大きくなるとですねもう水もやりませんし、肥料分も、もう来年の春まで全然やらないです。やったことがないです。多分これで、ハウス内に蓄積されている、窒素分ですね、これを吸収してですねまた来年度の、作付けに、バランスが取れるような状態になるんだと思います。ということで、アイスプラントはもうこれぐらい大きくなると肥料など水肥料は、やりません。多分ここで水とかをたくさんやってしまうと、調子が悪くなって、株自体が腐ったりダメになってしまうことが多いので、うちの場合はですねもうこのまま、あとは収穫のみという形になります。はい、アイスプラントの、ハウスの様子でした。